はい。じゃあ、一番、リスナーさんから自己紹介してもらえますか？はじめまして。どうも。私の名前はタオフィク・リザと申します。リザと呼ばれています。年齢は29歳です。インドネシアのカラワンから参りました。私の趣味はピアノを弾くことし、旅行することです。私の仕事の経験は、ここで市民教育の教師として働いたことがあります。著書は英語で話することができます。そして私は規則を守ることができる人です。感想は、時々楽観的すぎることです。日本へ行く目的は、日本で貯金して、日本人の仕事の仕方の勉強して、日本語を勉強して、経験を話したいです。それで家族を幸せにします。はい、じゃです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。日本語いつから勉強しましたか？はい。日本語いつから勉強しましたか？日本語をいつから勉強しましたか？ちょっと、すみません。聞こえません。あ、日本語いつから勉強しましたか？塾で8ヶ月ぐらい勉強しています。8ヶ月ぐらいですね。8ヶ月ぐらい、あ、で何も、月頃？それは何月ですか？何年何月頃？何年何月頃、日本語学校に入学しましたか？2022です。何年に何月？2022何年何月に日本語学校入学しましたか？2022年です。何年何月？1年間ぐらいです。1年間ぐらい。はい。みんな掃除のこと言える？何人に？何月？ 2022 年の何月ですか？2月から9月まで勉強します。9月まで勉強しましたね。はい。今年は2024年だよ。去年？それとも一昨年？ 2023 年？ 2022 年？塾で2月から9月まで勉強します。2022年か2023年、どっちですか？2022年です。23年何をしましたか？去年どんなことをやりましたか？私は店員です。店員、お店ですね。家族のお店。じゃあ、去年日本語を勉強しなかった。アニメから勉強しています。アニメからですね。じゃあ、2022年一回日本語を勉強して、それ一回、仕事、日本語を一旦休憩して、お店をやって、今、アニメとかインターネットで勉強していますね。インターネットどんなアニメ見ますか？たくさんあるけど、一番好きはワンピースです。ワンピースね。わかりました。有名ですね、日本のワンピース。はい。今お店やっていますね。お店の中何をやっていますか？お店の中どんな仕事をしていますか？
ソコリオ品店です。どんなものを作っている店ですか？油とか、油。おかめとか、お米。お米。あとは？あと、おあ、じゃ、とりから揚げ。あえず。はい、から揚げ、そうです。日本人よく売ってる、インドネシア人よく売ってるね。はい。わ かりました。今年何歳です？何歳だっけ？何歳ですか？今年何歳ですか？29歳です。19 歳。はい。結婚していますか？まだです。いつ結婚する予定ですか？多分、28です。2028です。2028年に結婚したはいい。と思っていますね。はいはい。うそうん。です。彼女いますか？いません。まだいない。予は定い。です。わかりました。はい。今まで大きな病気とかかかったことありますか？大きい病気かかったません、こありとがとう。ないですね。は元気ですね。い。はい、元気です。はい。重いものを持ったりしたことはありますか？はい、できま重いす。もの、重いもの。持ったりしたことはありますか？したことある？重いもの。重いもの。あ、メティさん、聞いてもらえますか？重いものを持ったりしたことありますか？Kakaknya pernah ngangkat-ngangkat barang berat kayak gitu nggak? Atau Hai, hai, kota gue Arimas. ありますね。何キロ？Ini 10 kilogram. 20キロぐらいですね。Yes. うん。毎日仕事何時ぐらい起きますか？8時ぐらいから8時ぐらいまでです。何時ぐらい起きますか？朝。22時ぐらい。朝何時起きますか？起きます。5時ぐらいです。うん。5時ぐらい起きたら何をしますか？お祈りします。お祈りします。その後何しますか？すみません。お祈り終わったら何をしますか？salat です。ん？apa ya? Setelah sholat, ngapain, Kak? Jumbi o mise des. お店をJumbi no 準備mise しです。ますね。はい。わかりました。日本は寒いけど大丈夫ですか？はい、大丈夫です。会社の中は寒いです。会社、食品を作る会社だから、寒くないと物が悪くなっちゃうので、寒いところ大丈夫ですか？本当に。はい、大丈夫です。はい。インドネシア以外どこか行ったことありますか？海外行ったことありますか？いきませんです。行きませんね。行ったことないですね。はい。アレルギーのものありますか？これは食べれないとか。食べたら、ありませんです。ないですね。豚はい。肉は食べれないですね。食べないです。はい、わかりました。総長は何ですか？総長。総長は英語で話することができます。英語超で。はい。
Socho. うん。Socho nanto imi desu ka? メティ Socho. さん、お願いします。メティさん、総長。総長ですね。はい。よくできること。Pokoknya bisa apa? Maksudnya yang bisa Oh, hal-hal kayak apa gitu. watashi wa eigo de hanasuru koto ga dekimasu. 英語以外はどんなことできますか？仕事の関係。パソコンをすることです。うん、わかりました。パソコンと英語ですね。どこで勉強したんですか？英語とパソコン。すみません。もう一度お願いします。英語とパソコン、どこで覚えましたか？パソコンと英語をどこで勉強しましたか？インターネットって。インターネットですね。英語どのぐらいできますか？普通に話せる？ここで勉強しました。英語全部話、順調に話せる？メティさん、英語を普通に話せるかって。Makanya apa bisa ngomong lancar bahasa Jepang atau gimana? Levelnya kira-kira gimana? Seperti apa? はい、普通です。Aku sih. Nichi do kaida mondai nai desu ne. わかりました。短所は何ですか？短所は何ですか？短所は、時々、楽観的すぎることです。何すぎる？考えすぎること。どんなことを考えすぎですか？未来です。未来のこと考えすぎはて。いです。じゃあ、将来夢何をしたいですか？将来の夢は、日本に住みたいです。日本に住みたい。日本どんなこと好きですか？今のイメージ。有名なところです。有名なところはどんなところが好きですか？東京タワーとか、渋谷とか、秋葉原です。わかりました。これもインターネット見たんですね。はい。日本にいる友達いますか？インドネシア人います。いますね。友達今どこにいますか？日本のどこ？忘れました。忘れました。はい。わ かりました。大丈夫です。わかりました。これで終わりたいと思います。リザさん、お疲れ様でした。様です。